はい、皆様いかがお過ごしでございましょうかプルートムカイです。さて、今回はですね、レジェンドバタフライのネタバレあり感想レビューということでお話ししていきたいと思います。はい。えー、ネタバレなしの動画はですね、前日に公開させていただきましたので、ぜひですね、下の概要欄に貼っておきますのでご覧になっていただければなと思います。はい。えー、今回話してる内容とまた別のねですね、方向でお話ししております。はい。ということでございまして、えー、今ですね、こちらの動画 動画見ている方はレジェンドバタフライご覧になった方々だと思いますはいいかがでしたでしょうか2時間45分楽しめましたでしょうか腰はバキバキになってますでしょうかというところでございましてですね、えー、ネタバレなしのですね動画でもお話しさせていただいたんですけども僕個人的にはですねこのレジェンドバタフライですね楽しめた作品になっておりますまあ、今回ネタバレありというところでございましてですね えやっぱりラストのところのお話をしていこうかなと思います。はい。えー、ラスト皆様 <laughs>、これどうよこれね。 僕のね、あのー、映画館はですね、ちなみに、もう、あ、ちなみに皆様のですね、映画館どうでした年齢層はどんな感じでございました僕のですね、映画館はもうね、周りおじいちゃんおばあちゃんしかいなかったんですよ。もうここはちょっと老人ホームなのかなっていうところでですね、僕はちょっと介護をしてるのかなみたいな感じのですね、状況だったんですけども、まあ、ラストあのラストになっていたということでございましてですね、隣のおばあちゃん、おいおい泣いていたんですよ。はい。 あの感動でね。ああ、よかったね。ありがとう。よかったね。二人、幸せになって。って思ったら、実はそれがですね、夢落ちだったっていうですね。<laughs> おばあちゃん、お口、アングリでございました。はい。まあ、今の話ですね。まあ,あ、あ、れな、んだっけなって覚えてない方からえ覚えてない方にですね、お伝えするのであれば、まあ、今回ですね、この、織田信長とですね、その奥さんである、脳姫でございますね。まあ、その二人の夢というのはですね、海外。 ですね、南蛮に向かうというところでございました。 でまあその南蛮に行くという夢を胸にですね実は抜け道がございましてそことそこを抜けて濃姫がいる場所に戻ってじゃあ二人で逃げようみたいなね駆け落ちみたいなことをして二人はめでたく海外に無事に着くのであったみたいなねそして濃姫には子供ができて授かってハッピーエンドみたいなねそういったお話だったまあそれが夢落ちだったっていうお話なんですけどもねはいいやでねここはね思うとこめちゃめちゃあると思うの。 うん、まず、えー、僕個人的に、一回、その、その、その時の感情のまんまの時はですね、僕、えー、これ別にハッピーエンドでええやんって思ったんですよ。これ別にいいじゃん。変にね、えー、歴史上の何、そういったところを変えないでみたいな。まあ今回、脳姫を出して、脳姫だとですね、織田信はこんぐらい仲良くしたっていうので、まあほ、ほぼなんかフィクションに近いみたいな感じだとは思うんですけども、 まあ、とにかく、別にいいじゃん。ああいうのもありだよね。なんでわざわざそれを夢落ちみたいなことにして、結局、織田信長自害して、脳姫も、ね、亡くなっちゃいましたっていう落ちにしちゃったのかなっていう風に考えたんですよ。いやいやいや、隣のおばあちゃんのナビで返せやって思ってしまった、プルート向井なんですよね。はい。え、まあね、これなんでかっていうとね、やっぱりね、この脳姫というキャラクターと、織田信長っていうキャラクターに、僕は非常に愛着が湧いていたんだと思うんですよね。作品を見ていて。そりゃそうですよね。 2時間45分という時間をですね共に過ごしてきた仲間なわけでございますよはいまあ、そういったところではまあ2人にはですね幸せになってほしいなっていうふうに思ったわけですよだって2人がね結婚して結婚のね初夜から僕たちは買い物見れていたわけでございますからそれは幸せになってほしいと思うわけですただ僕はねこれ思ったのでなんでこれハッピーエンドをあえて裏切ってまあ、夢落ちみたいな くくりにして、結局、歴史的にはですね、えー、信長が自害するみたいな話に戻したのかというとこなんですけども、それが何かと言いますと、皆様が見ていたレジェンドバタフライでは、この織田信長と脳姫というのは非常に美しく美男で描かれていると思います。はい、織田信長という男、冷酷非道な男だけど、脳姫のために、えー、一回ちょっと悪だけど、こう、いい奴になって、みたいな。 ことを考えて。ま、あそれをね、見ていたんですね。明智光秀が、魔王じゃない、織田信長なんか,なんか、織田信長じゃない、みたいなね、本能寺の変をしたわっていう定義なお話になってますけど。ただ、美談になってますけど、織田信長、今回のレジェンドバタフライ。織田信長は、あくまで、女、子供を殺してるわけなんですよね。うん、女、子供を殺してるわけなんですよ。ま、あ言ってしまえば、僕たちから見たら、まあ、ヒーローとかいうね、主人公ですけど、第三者。 ですね、農民とか他の人から見たらやっぱり魔王なんですよ。 はい。冷酷ひどいな野郎なんですよ。やはりそういった男がハッピーエンドにするというのはちょっと違うのかなっていうのを僕たちに考えさせるためにバッドエンドにしたんじゃないかなというふうに思ってるんですね。で、えー、これでですね、僕なんかこういうふうに思ったのかっていうと、実は僕好きなゲームがございまして、その監督が言っていた発言なんですよ。それが龍が如くっていう作品で、えー、名越監督という方なんですね。で、作品としては、まあ簡単に言ってしまえばヤクザゲームです。主人公が桐生一馬という男で、その桐生和馬 馬を取りり巻く周りで、いいいいいろんんななな事件がが起きてててそそ、えー、解決していくみたたです、ね、そういっっお話になっているんですで名越監督は、この作品ですね、一応このキリュウカズマというお話では一回区切りができているんですけども、ラストの前にですね、とある発言をしたんですね。それは、主人公のキリュウカズマという男は必ずハッピーエンドにはさせません。バッドエンドです。なぜかというと、あくまでこのキリュウカズマという男は悪役でヤクザだからです。みたいなね。こういうふうにう発言をしておりまして、 ああ、なるほどね、という風に思ったんですよ。で、今回の織田信長というのも、僕の中ではヒーローですよ。うん、かっこいい。ただ、そのお話というのはあくまで僕たちですね。観客が求めていたハッピーエンドなわけでございまして、あくまで、このね、第三者というかね、農民とかね、織田信長にやられてしまった人々というのはですね、やはり織田信長があそこでハッピーエンドでは許せないという風になっているんじゃないかなと思いました。はい。まあそういったところでは僕、腑に落ちたんですよね。まあ確かになって、織田信長 ななんんかめちゃめちちゃゃやってるもんなしかも今回のシーンでもあったじゃないですか村村の子供と女もやるんですかそんなの非道ですわみたいな話があったけどそれでも遂行したというところでございましてはいまあそういったところのところで僕はですねちょっと腑に落ちたかなというところでございます本来はねそこまで考えなければ僕は普通にハッピーエンドでええやんって思ったんですけども ただね、やっぱり、この作品の信長っていうのは美談で描かれてますけど、信長がやってきたことは冷酷非道なんで、まあそういったようなところでは、バッドエンド。うん、信長に、まあ天中というかですね。天中ではないよね。<laughs> 天中は誰かにやられることだからね。はい。まあそういったですね、えー、制裁があってもいいのかなというふうには思いましたというところでございました。はい。 で、おそらく2時間45分で長かったと思うんですよ。皆様どうですか体感的には長く感じました短く感じました僕はね、えっ、ー、とね、前日ね、めちゃめちゃ寝たのよ。<laughs> 10時間ぐらい寝てもう目ギンギンになってレジェンドバタフライ見たから全然眠くなかったんだけど、もしかすると、 その前日睡眠が3時間とか4時間とかになっていたちょっとうとうとするシーンがあったんじゃねえかなって個人的に思ってるんですよね。はい。そこはどうでございましょうかね。皆さんも寝不足の方ご覧になっていますでしょうかというところでございます。はい。で、あとはですね、僕ちょっとだけ お話ししたいととこころろがあって、まあ、昨日ののネタバレなしのところでですね、えー、お話ちょっとできなかったところがございましてそれが何かと言いますとこの作品やはりこう年代ごとのダイジェスト織田信長のダイジェストみたいな話になってたと思うんですよで、えー、作品としてはやすが出てきましたよね黒人のやすそして子供を見放りましたわーっていう女性の方も出てきたと思うんですけどもそこにねやっぱりフォーカスが当たらなかったただ織田信長ってこういった人間なんですよーみたいな風な 描かれ方をしていたんでうんやっぱりねそこはあくまで僕今回のお話というのはキムタクと綾瀬遥香さんの2人がやっぱメインになっているんだなっていう風に思いましただって中谷美紀さんも伊藤英明さんも結構陰ながらっていう感じでございましたし北王子金谷さんなんてポスターめちゃめちゃバコーン出てんのに出てんの ちょこだけじゃん <laughs> あれで、ね、北王子金屋さんファンはえーってなりま,すよ、ね、まあ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 歴史を知っていればまあそうだよなっていうふうには思うと思うんですけどもちなみに僕ちなみに調べたんですよなんか織田信長ってたくさん妻がいるっていうことで本当に濃姫を一番愛していたのかっていうところ。 ね、だって自分の子供がやっぱり生まれなかったっていうところもお話としてあるんですけどもやはりね濃姫が一番ではなかった。 いろんな説があるみたいなんです。で、一番愛していた、この女の人を愛していたんだよっていう人が一人いまして、それが、生駒マキさんでございます。はい。え、他の名を生駒吉野というふうに言うわけなんですよね。はい。え、どちらかというとね、なんかね、この脳姫っていうのは、そこまで歴史上に、えー、なんかそういった脳姫ってこんな人だったんですよ、みたいな話がないみたいなんですね。 なんで、まあ今回のレジェンドバタフライでは描きやすかったんじゃないかなっていうところもあります。まあこれ、多分おそらくフィ,フィクションっていうか、もう絶対フィクションだけど、<laughs> フィクションなんだけど、うん、織田信長が一番溺愛していたのは、このですね、えー、生駒吉野さんという方みたいなんですよね。うん、なんかね、そういったところでは僕が、あもうちょっとこう、歴史というか、織田信長っていう人物を見てみたいなっていうふうに思ったきっかけなんですよね。うん、ヒ姫か、みたいなね。 あれ濃姫って何回の作品で川口春奈さんがやってたっけ うん。<laughs> まあそんなことでございます。あの、ぜひですね、えー、生駒、ま、えー、きつのさん、調べていただければなと思います。えー、まあそんな感じでですね、雑談させていただいたんですけども、ぜひですね、皆様がご覧になった、レジェンドバタフライのですね、感想などなど、ネタバレありで聞かせていただければと思います。あの、今回はですね、下の、えー、コメント欄、別に開業とかもしなくてですね、えー、じゃんじゃん書き込んでいただければなと思いますので、えー、ぜひ皆様のですね、感想を聞かせていただければなと思います。それでは皆様、また 何かしらの動画でお会いしましょう皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあねー。